なあ、ジダンって本当に上手かったの？サッカー好きになった頃にはすでに引退してた。過去の動画見て確かに上手いとは思うけど、なんでここまで評価されているのかわからん。現代だったら通用しないだろ？わら。次か？サッカー見る目ないですって自己紹介してるようなもんだぞわら。お前イタリア人か？サッカー未経験の俺でもすげえってわかるぞ。でも確かに派手さはないよな。ロナウジーニョならにわかでもわかるけど、ジダンはクロート向けなプレイが多い気がする。ゲームだと足遅いだけで無能だよな。参考にどうぞ。うめえわら。めっちゃヌルヌルしてるわら。ワイはこれ見てサッカー始めた。ジダンは今もなお歴代で最高や。相手ベルディか、これめっちゃ覚えてるわ。言うて、J リーグ相手やろ？参考にどうぞ。うますぎわろた。パス出したのベッカムかわら。簡単そうにやるから俺でもできそうってなる。世界中のハゲたちの希望だった。次を見越したポジショニングとテクニックが超一流なんだろうな。ジダンは体の強さとバランスと懐の深さでキープ力が半端なかった。あの身長であのテクニックはなかなか出てこない。むしろ周りが走り回るようになった今の方が活躍しそう。ハイプレス全盛の今の方が活躍するのでは？ディフェンディング王者で臨んだ2002年であのざまからの2006年だもんな。2002年は韓国のせいだけどな。直前の親善試合で韓国に負傷させられた。2006年スペイン戦のゴール見たか？プジュル相手にあれだぞ。震えたわ。決勝で犯した頭突きで忘れてた。うめえ難しいことやってないのになんでだろうな。プジュル相手にこれは草。ジズニーといえばやっぱりこれだわ。決勝、自分の引退試合でやるところでスケールが違う。このシーン何回見ても泣ける。なんで頭突きしたの？確か母親を侮辱されたんやで。なんて言われたかは忘れたけど。ジダンの何がすごいのかわからないならサッカー見るのやめた方が良いよ。今もなお、歴代最高。